時間になりましたので、そろそろ始めたいと思います。皆さん、おはようございます。いつも大変お世話になっております。本日はお忙しいところ、Azure Partner Technical Boot Camp、アナリティクストラックにお集まりいただきまして、ありがとうございます。私、日本マイクロソフト株式会社、パートナー事業本部、パートナー技術統括本部、クラウドソリューションアーキテクト、Azure Data&AI 担当の福原と申します。本日は長丁場になりますけども、お付き合いのほどよろしくお願いします。 でこれから2日間の流れになります。今ですね、この9時半から10時で始めにということで、私お話をさせていただいております。この後10時から本編に入っていきます。テクニカルブリーフィング一つ一つは40分間で構成されていますが、そのうち30分が事前録画済み動画の配信になります。その後10分間の Q&A という形になります。で、今回事前録画済み動画ですので、動画の配信中も、 QA チャットで質問を受け付けております。で、スピーカーですね、今回のブリーフィング作ったメンバーが質問に答える準備をしておりますので、何か疑問に思ったことはですね、動画の配信中でもチャットの方に入れていただければと思います。30分の事前録画済み動画の配信が終わった後にですね、音声でスピーカーの方から回答をさせていただくと、その時間を10分間取るようにしています。で、あと5分間の休憩ということになります。 30分の事前録画済み動画の配信10分間の QA5 分間の休憩この繰り返しで9つブリーフィングを提供させていただくという形になりますそれからですねこうやって皆さんにオンラインでブリーフィングを提供していますがこれまで過去に配信した動画も中には含まれています具体的に今日で言うと、 3番目のデディケーテッド SQL プールのパフォーマンスチューニングっていうのは昨年11月に配信したものをそのまま再配信します。であと1番2番それから5番これに関してはですね昨年10月に配信した動画を更新しています。昨年10月に配信した段階では AzureSynapse Analytics ってまだ一般提供開始になっていませんでしたので12月。 ですね。昨年の12月に一般提供を開始になった後の情報を追加して更新した内容になっています。ちょっとこのあたりあのご注意をいただければと思います。で本日に関してはそれ以外の内容は全て新規のものになっております。で本日の最後のセッションですね。9番目のセッションに関しては我々の優勝のサポートメンバー、カスタマーエンジニアのメンバーがお客様先で Azure SQL Data 今の名前で言うとシナプスアナリティクスのデディケイテッド SQL プールの本当に実構築の案件でどういう支援をしているのかという話をですねライブでさせていただくという内容になっていますですので9番目だけ本日の9番目最後のセッションに関しては一部ライブでお送りをしますで明日なんですけども明日もですね基本的には30分の事前録画済み動画と10分間の QA 5分間の休憩という形で進めさせていただきますが明日もですね最終セッションに関しては先週3月3日から4日にかけてありましたマイクロソフトイグナイトでのデータ &AI 関連のアップデートを我々のアーキテクトメンバーが座談会形式でお送りをします。あとこちらもですねご注意なんですけどもこのアナリティクストラック本日3月8日と明日9日 2日間にわたって行うんですけども、それぞれ別々に申し込みが必要です。2日目の申し込み、まだされてないという方がいらっしゃれば、ですね今していただければありがたいなと思います。特にですね、マイクロソフトイグナイトのデータ &AI 関連のアップデート聞きたいとかですね、ちょっと申し込み忘れてたという方はですね、このデイ2の方の申し込みもよろしくお願いします。はいではですね、私のパート、お話し進めていきます。 まずですね私が所属しているパートナー技術統括本部がどんな組織かということを簡単にお話しさせていただいてその後ですね今回のパートナーテクニカルブートキャンプも含めて我々がパートナーのエンジニアの皆さんにどういう支援ができるのかということを簡単にお話をさせていただきますで最後はですね今も今日と明日のブートキャンプの内容のお話をしましたけどももう一度この2日間の内容について概要をお話ししたいと思っておりますでまずはですね 私たちが所属するパートナー事業本部が何をしているのかという紹介をさせてください我々はですねパートナーの皆様と一緒に共同販売できるソリューションを作るというのを仕事にしていますでこのステップがありましてソリューションを作って市場に投入していって案件をクローズしていくという活動をしていますでその中でですね我々アーキテクトですね私はクラウドソリュー 私は Azure のクラウドソリューションアーキテクト、データ &AI 担当ということになりますが、そういうアーキテクトは技術支援を行います。技術支援といっても、特にこのビルドウィズ、ものづくりのところの技術支援を行います。で、案件の支援は我々のチームではなくて、エンドユーザー様担当の Microsoft の別のチームが行うという形をとっています。ちょっとこの辺が普通の会社さんの プリセールスのチームとはちょっと違うところということになります。我々のメインはこのビルドウィズ、玉作りということになります。でこのビルドウィズをするにあたって必要なスキルアップのための勉強会であったり POC であったりハッカソンのご支援を我々アーキテクトがさせていただくということになっていますで。あとですね、ちょっとこの共同販売モデルっていうイメージつきにくいかもしれませんけども実際に共同販売モデルこちら一例を挙げさせていただいております。 一つはですね、電通国際情報サービスさんのビジネススペクトルというサービスです。今回、アナリティクストラックということでですね、SAP のデータを活用するためのソリューション、かなり前からご提供いただいているものになります。であとはですね、ジールさんの、また同じく SAP のデータディスカバリーバイ、ちょっと文字切れてますけども、えー、SAP データディスカバリーバイパワー BI というソリューションになります。 でこれ、これどこのサイトを見てるかっていうことなんですけども、マイクロソフトの社員がですね、アップソースっていうサイトに入ると、共同販売っていうマークの入ったソリューションを検索することができます。これですね、えっと、エンドユーザーさんがアップソース、我々のマーケットプレイスに入ってもこれ見れないんですけども、マイクロソフトの社員が入ると、共同販売可能なソリューションっていうのを検索することができます。で何を言わんとしてるかっていうと、我々のエンドユーザーチームが、 電通国際情報サービスさんのビジネススペクトルをお客様に提案するっていうことをやっています実際に同じくジールさんの SAP データディスカバリーバイパワー BI を我々のエンドユーザーチームがエンドユーザー様に提案するということをやるこれが共同販売モデルというものになりますパートナーの皆さんと一緒に作ったソリューションを我々のエンドユーザーチームが エンドユーザーさんに提案するっていう体制ができているものこういう体制を作っていくことがですね我々パートナー事業本部のゴールということになりますでこちらの方にはですねこのビジネススペクトルなりジールさんのデータディスカバリーバイパワー BI なりをですねお客様に提案するための資料が社内で検索できるようになっていますでこのその資料がこちらになります でですね、ジールさんのこの SAP さんのデータ活用のソリューションですねこれのですねこの真ん中の部分見ていただくと分かるように SAP からデータを引っ張ってくる部分に関しては電通国際情報様のビジネススペクトルが使われていますでこれ何を言ってるかっていうとパートナー様間の協業を推進していくのも我々の仕事になっていますこちらの例では電通国際情報サービスさんの ビジネススペクトルをジールさんがジールさんのソリューションと組み合わせて販売されているっていうこれ分析の分野でもですね機械学習に強いベンダーさんそれからデータウェアハウスに強いベンダーさんとかいろんなベンダーさんがいらっしゃいますのでそういったベンダーさんをつなぎ合わせていくというのも我々パートナー事業本部の役割ということになります。 じゃあ、そのパートナー事業本部の中で、我々パートナー技術統括本部が何をするかということになりますで。先ほど申し上げたように、ビルドウィズっていうところがメインの仕事だっていうお話をしました。ちょっと字が細かくなっていますが、一番下、リクルートですね。有望なパートナーさんを探すということをやります。でこの有望なパートナーさんを探してですね、一緒にビジネスプランを作っていきます。 どういった分野にどういうソリューションを作っていくのかというビジネスプランを作りますそのビジネスプランをもとにしてじゃあどういうソリューションを作りましょうという大枠を決めていきますその後ですねそのソリューションをどうやって実装していけばいいかということを技術的にプランニングしていきますでそのためにですねテクニカルブリーフィングという形で製品の概要をパートナーの皆さんにお伝えしてでそれをベースにパートナーの皆さんの方で設計をしていただいて その中でですね技術的にちょっと不足する部分があるということがあればですね例えばワークショップをやったり半蔵のワークショップをやったりですねあるいはパートナーの皆さんに自習をしていただいてマイクロソフトの認定資格を取っていただいたりハッカソンをしたりで今日はブートキャンプというタイトルでやらしてもらってますけどもブートキャンプをやって、まあ、とにかくこう製品知識とかスキルを詰め込んで スキルアップをしていただいてで POC をやってものづくりをしていただくデベロップをしていただくということになりますで出来上がったソリューションをローンチしていきますでローンチしていくにあたってですね最初のお客様を見つけて作ったソリューションを適用していくということをローンチでやりますで最初の成功事例を作ったらそれを横展開していくということをやっていきます リクルートしてデベロップしてローンチしてグローしていくということになりますで結果としてですねエンドユーザー様の成功もパートナー様の成功も得るということこれが我々のミッションということになりますで特に我々が中心になってやるのはですねこのデベロップの部分これから作ろうとしているソリューションについてどういう技術的なギャップがあるのかというのを見極めた上で製品情報の提供テクニカルブリーフィングですねそれから パートナーの皆さんで設計いただいたものをレビューするようなアーキテクチャデザインセッションそういったものを提供していくそれと並行してですねスキルを上げていただくためのテクニカル・イネーブルメントプランというものに基づいて必要なワークショップを提供したりパートナーのエンジニアの皆さんに認定資格を取っていただいたりそのための勉強をしていただいたりあるいは今日のようなブートキャンプを提供したりハッカソンを提供したりということをやっております。 でこのあとですね、このテクニカルブリーフィングであるとか、ワークショップであるとか、あと認定資格であるとか、そういったものにどういうものがあるのかというのを見ていきたいと思います。でまずはこのテクニカルブリーフィングというものです。これまでも継続して、我々のチームで製品紹介ですね、テクニカルブリーフィングというのを提供してきました。COVID-19 になってからのものについてはですね、ほぼすべて動画でも公開をさせていただいております。 でこちらですね、動画で公開しているものになります。マイクロソフトパートナーネットワークの YouTube チャンネルというものがあります。去年の10月から実施しているテクニカルブリーフィングに関しては、すべて動画で公開をさせていただいております。であとですね、 テクニカルブリーフィングで製品の情報をして、それを座学で聞いていただいてもですね、実際にソリューションを作るというスキルは身につきません。必ず手を動かしていただかないと、なかなかスキルは向上しないなというのは実感としてあります。でそこでですね、アドバンスドワークショップということでですね、 実際にハンズオントレーニングをやっております。でその時に利用しているコンテンツが Microsoft ウドワークショップというものになります。でこちらはですね、Microsoft ポレーションが MIT ライセンスで公開している学習用コンテンツになりますで。ホワイトボードデザインセッションと呼ばれるような、今こちら出てますけども、事例企業に対する10分から15分のプレゼンテーションを行っていただくというようなセッションがあります。それプラスですね、実際に手を動かして 提案した内容をインプリメントしていくために必要な製品の基本動作を確認するようなハンズオンラボをやっていただくというものになっています。ちょっと今 CO、COVID-19 の関係でフェイストゥーフェイスでこのホワイトボードデザインセッションとかですね、ハンズオンラボできないんですけども、オンラインでなんとかハンズオンラボだけは実施しているというのが今の現状になります。でこちらもですね、2年ほど前のアドバンスドワークショップから書いてありますけども、 結構な数やらせていただいているかなと思います。このテクニカルブリーフィングやクラウドワークショップを集めて2日とか3日で短期集中でスキルアップをしていただくというイベントをブートキャンプというふうに呼んでおります。でパートナーテクニカルブートキャンプとして本社の方でもやっています。本社の方では4日間複数のトラックが走るような形で実施しています。 これ、去年の11月に実施した分ですね。インフラマネジメントトラック、IoT トラック、セキュリティトラック、パワープラットフォーム、パワーアップストラックというような形で、去年の11月に実施しているものです。まあ、4日間びっちりとあるような形です。ただ、こちらはですね、英語の開催の上にちょっと時差があるという課題があります。でということでですね、日本でも独自でですね、 まあ並行して複数のトラックをやるという体力がないので、去年の12月にはアプリケーションインフラストラクチャーオペレーショナルデイビートラックということで、3日間実施をしました。で、先月はですね、AI&IoT トラックということで、IoT と AI に関するイベントブートキャンプを実施しています。 で今回、この3月はアナリティクストラックということで AzureSynapse Analytics を中心とした周辺サービスのテクニカルブリーフィングを18コンテンツ集めた形で提供をさせていただいております。それから来月4月12日から13日に関しては AI パワードアップトラックというタイトルで Azure コグニティブサービスの各サービスを紹介する形で Azure パートナーテクニカルブートキャンプを実施する予定になっています。 で4月に関してはちょうど新入社員さんが入社される時期ということもありまして初日の午前中に関しては初心者の皆様向けのセッションというのを用意しておりますちょっとこれ最後の方でもまた宣伝をさせていただきますもうすでにお申し込みができるようになっておりますのでもしご興味があればお申し込みをいただきたいですしえ新人社員研修ちょっと悩んでいるということであればこちらご活用いただければと思いますでちょっと話それましたけども こちらのスライド、よく使わせてもらっています。デジタルトランスフォーメーションを起こしていくためのデジタルフィードバックループフレームワークということで、データを収集する、収集したデータを蓄積して分析する、分析したところからインサイトを得てアクションを起こすと、でそのために必要なマイクロソフトサービスというものを提供させていただいてますというスライドになりますで。非常にごちゃごちゃ書いてあるんですけども、さあこのブートキャンプというのはこれをイメージしてトラックを決めております。 でまずはですねアプリケーションインフラストラクチャーデータベーストラックというのはですねこちら Azure ロジックアップであるとか Azure Function であるとか Kubernetes であるとかアップサービスであるとかこういったものを意識して昨年の12月のアプリケーションインフラストラクチャーオペレーショナルデイビトラックっていうのは構成をしておりますで先月2月に実施したのは AI&IoT トラックということでシングズデータを収集するというところにフォーカスを当てて アジェンダを組んでおりますで。今回のアナリティクストラックはこの真ん中の部分ですねインサイトデータを収集蓄積分析する部分について情報を提供をするとテクニカルブリーフィングを提供するということでアジェンダを組んでおりますで4月についてはまだ書いてないですけどもこの学習済み AI モデルコグニティブサービスというところに特化して配信を行うという予定になっておりますここまではではすね、我々パーートナー事業本部、 パートナー技術統括本部のアーキテクトのメンバーで提供させていただいているコンテンツなんですけども、これ以外はですね、全社的に提供しているコンテンツになります。で一つはマイクロソフトの認定資格になります。で非常にたくさんの認定資格があります。でぜひですね、今日はアナリティクストラックということで、データ &AI の領域の認定資格、受験をいただきたいなと思います。であとですね、 マイクロソフトの中にグローバルの組織でこの教育を集中的に行うチームがありまして日本でもこちらの資格試験に適合するような研修を行っていますこれすべてのパートナーさんに提供できるわけではないんですけども例えばこの DP300 に関しては4日間の研修であるとか DP100 に関しては3日間の研修を提供しています。 実際この研修はですね、かなりいい内容になっています。座学だけではなくて、ハンズオンも組み合わせてよくできたコンテンツになっていますで。我々はテクニカルブリーフィングというところで、製品の紹介の部分を最初にやっていますけども、もっと内容の濃いもの、試験に合格できるぐらいのスキルをつけるような内容になっていますので、もし、 この無償のトレーニングを受ける資格を持ってらっしゃるパートナーさんについてはですね、こちらご活用いただければと思います。で今日ご参加いただいているパートナーさん担当をついていると思いますのでこの無償のトレーニングを受ける要件を持っているかどうかっていうのをちょっと我々の担当に確認をいただければいいかなと思います。でそちらの部署の方で決めているキャリアパスというのがあります。どういういいい順番に試験を取ればいいのか 今日ご参加の皆さんはおそらくこのデータベースエンジニアとか AI エンジニアの領域になると思いますけどもこれを順番に受けていただければと思いますで我々社員も受けろってずっと言われてまして私は今データベースのところであればこの DP200201 からあと AI100 と DP100 っていうのを持っていますねであとは AZ300 のあたりも私は持っているかなと思います なので、このあたりの試験を受けようと思ってらっしゃる方であればですね、多少のアドバイスは試験に関して私の方からもできるかなというふうに思います。であとですね、やっぱりこう、我々の方からいろんなコンテンツを提供してるんですけども、自ら学ぶっていう姿勢がないとなかなか難しいかなとも思っております。で自ら学ぶ場合は、Microsoft Learn が非常に有用です。でこちらに関しては、読み物ですね、製品のドキュメントよりも分かりやすく構成された読み物。であとは、 それに関する演習が提供されています。演習に関しては、Azure そのものの環境を無償で使えます。これ非常に有用です。で我々、ハンズオンやってるってお話、先ほどしましたが、クラウドワークショップ以外でもですね、この Microsoft Learn を使ったハンズオンを実施していますで。来月4月に実施するコグニティブサービスに関するハンズオンについては、この MS Learn を使おうと思っております。 ぜひですね、この MSLAN 使っていただければと思いますであとですね、この MSLAN にはゲームの要素が入っています何を言っているのかというとこちら、経験値がたまる仕組みっていうのが用意されています MSLAN にログインしていただいて MSLAN を受けていただくとポイントが加算されていきますこのポイントをですね、会社の中で集計していただいて会社の部門ごとに競っていただくようなことができるようになっています。これ マイクロソフトラーンのスキルチャレンジというものになるんですがで、これを活用していただいた例というのがこちらに上がっています。NTT データさんの方で、この MS ラーンのスキルチャレンジっていうのをやっていただいて、社内でコンペティションを行ったっていう例になります。これ、あの外部の記事にもなっていますので、ご興味があれば見ていただければと思います。でこれ、マイクロソフトの方から、このポイントを集計するための仕組みを提供させていただくようになりますので、こちらもですね、ご興味があれば、 我々の担当の方にご連絡をいただければこの MSLAN のスキルチャレンジを統括している部門につなぎますのでぜひお声掛けをいただければと思いますで最後ですね今回の Azure Partner Technical Boot Camp のアナリティクストラックの概要になりますでこちらはですね昨年の2020年12月4日にですね Azure Data and Analytics Day っていうイベントが北米の方であったんですけども そのイベントでですね、我々の CEO のサティア・ナデラのキーノートであったものがこちらになります。昨年の2020年12月4日に、Azure Synapse Analytics のワークスペースと呼ばれる最新の機能が一般提供開始となりましたっていう発表とともに、この Synapse Analytics を中心にして、PowerBI、SARS アプリケーションである Dynamics365 カスタマーインサイト、 Azure d a t a データブリックス、u r e c o コスモス DB、Azure、Machine マシンラーニング、Azure SQL データベースと、こういったものがありますと。こういうお話をさせていただいております。今回の2日間はですね、これらの製品、シナプスアナリティクスを中心にして、これら周辺の製品について、テクニカルブリーフィングを提供するという位置づけになっていますで。そうやって見ていただくと分かりやすいかなと思います。中心の Azure シナプスアナリティクスについての テクニカルブリーフィングが1、2、3と続いた後にですね、Power BI と Synapse Analytics の連携、Synapse Analytics のまた話になって、その後 Dynamics365 カスタマーインサイトの話、それから GitHub と Azure Synapse Studio のソースコード管理、これ先ほどの円には入ってませんでしたけども、GitHub との連携の部分のお話、それからあとパートナーさんのサービスとして、 クリックさんのデータ統合製品と AzureSynapse Analytics による SAP のデータ活用に関するテクニカルブリーフィングがあったり最後は優勝サポートのお話になりますけども AzureSynapse Analytics をお客様に導入する際に我々の優勝サポートがどういう支援を行っているかということをライブでお話しさせていただくという流れになっていますで明日も同様ですね明日に関してはですね 明日の一番最初はですね、マイクロソフトクラウドワークショップのハンズオンそのものを皆さんと一緒にすることはできませんが、昨年の10月、11月にパートナーの皆さんと一緒に、ハンズオンやったときに、ちょっとつまずいた部分というのをピックアップしてお話しするようなセッションを、明日の最初のセッションでやらせていただきます。その後また同様にですね、シナプスを中心とした周辺のサービスのお話をさせていただくという内容になっています。 で明日の最終セッションでは先週の3月3日と3月4日行われましたマイクロソフトイグナイトというイベントですねこちらのイベントで発表されたデータ &AI 関連のアップデートについて資料は十分準備できてはいないんですけども我々クラウドソリューションアーキテクトのデータ &AI 担当のチームメンバーがちょっと座談会形式でフィードバックをさせていただくという会をこちらはライブで実施をさせていただくという流れになっています。 で最初にもお話ししましたが、デイ1、デイ2、申し込み別々になっていますので、デイ2の申し込み、まだされていない方はぜひお願いします。で、最後の最後です。来月の4月12、13日に、また同じ Azure Partner Technical Boot Camp、AI Powered App Track と題してですね、コグニティブサービスを中心としたブートキャンプ、2日間のブートキャンプを実施します。で、こちらはですね、 初日の午前中に関しては新入社員の皆様とか初心者の皆様向けに REST API のコールの仕方から GitHub、Visual Studio コードの使い方ローコードプログラミングといったような初心者向けのブリーフィングを提供した後に REST API だけで簡単に使える AI 機能であるコグニティブサービスを2日間で残りの時間でできるだけ全部見せるという内容になっています。 で最後はですね AI パワードアップトラックの最終日の最後2日目の最後に関しては先ほど紹介したマイクロソフトランを使ってツイッターのデータをロジックアップで抜いてきてテキスト分析を行ってセンチメント分析ネガポジ分析を行うというのをみんなで一緒にハンズオンやっていきたいなというふうに思っております初心者向けのセッションから最後のハンズオンも 比較的優しい内容になっています。こちらできるだけ広くパートナーの皆様の社内に告知をいただいてご参加いただければと思います。で今回に関しては、この来月に関しては初心者の皆様大歓迎ということになります。以上ですね、最初の初めにというご挨拶の部分、えー、終わりたいと思います。ちょっとこれから2日間長丁場になりますが、お付き合いをいただければと思います。もう一度繰り返しになります。この後は、 30分の事前録画済み動画10分間の QA5 分間の休憩という形で進めさせていただきます QA チャットは動画配信中も受け付けておりますので気になった部分は随時 QA チャットの方にご質問をくださいそれから本日の最終セッションに関してはライブで一部お送りをしますでは引き続き Azure データサービス概要の 事前録画済み動画の配信に入っていきたいと思います。